何をやるかよりも何をやらないかが大事らしいよ。こんにちは、グノーシア実況、主人公は鶴の椎茸でプレイしていきます。グノーシア、つまり人狼を議論で見抜いていくゲームです。それではご覧ください、どうぞ。どうやらね、新しい機能が解放されたようです。鍵の機能回復によりループ開始時に自分の役割を選べるようになりました。うん、さっきね守護天使だったんですけど、前回はね、これが AC 主義者、お任せ、乗員、グノー者、すべて選べるんだね、エンジニアも。で、どの立場で、勝ち残るかっていうのね、選べるようになったんだね。どうしようかな。まあ、せっかくなら乗員としてなんとかね、グノーシアを見破るっていうのをやりたいかな。行きましょうか。この条件でよろしいですか。じゃあ乗員で行きましょう。ループ12です。さあ始めようじゃないか。人間とグノーシアの存在をかけた戦いをダンディーなイケメンジョナスが仕切ってくれるんだね。誰？新キャラ。その人間って私も入るのかなって、グノーシアですか、見た目的に。ああそっか、乙女は。ん、どうなんだろう、乙女っていうの。そもそもイルカがグノーシア汚染されるの。わかりません。そのグノーシアさんのこともあんまり知らなくて。知らないふりをしているわけじゃなく、乙女がグノーシア汚染される可能性はあると考えるべきだろうね。確信が持てない以上は、そうですね、リスクは計算に入れておいた方が良いかと。論理派なんですよね、ステラはね。それに私、乙女は人間だと思う。見た目に騙されるなよってことか。キュ、ジナさん。まあ乙女っていう名前からしてね、もう乙女ゲーム実況者としては他人に思えないね。ふむ、人間と他の動物の境界は意識ある知性であると。そう考えるならば確かにな、そういうことか。そうだね、乙女には知性を感じるよ。茂道やコメットあたりからは感じないけど。さりげなくディスってくるね。あれ、茂道って人間かな。いじられてるよ。くっ、お前だ。まあ見た目はグノーシアですからね。乗員の方が1名こちらにいらっしゃっておりません。何度も連絡はしているのですが、天の声ね、実況者も天の声なんでね、キャラ被っちゃうんですけど、レビーとね。ああ、サメ、なんて読むんだろうね。わな、まあしょうがねえだろうな。なんて読むんでしょうね。サーキ。そうだね、もし彼がグノーシアだったとしても、あと一人は確実にこの中にいる。今日はこのまま話し合いを始めようか。その人物は出てこないってこと？一人ここに来ていない？このまま乙女は加わるようだが。はい、私も頑張るのでよろしくです。一回データ参照見ておきましょうか。各キャラクターがね、どういう性質なのかっていうのがここで見られるんですよね。ああ、知らないキャラクターですね。なんて読むんでしょうね、これ。まあ、後々調べておきたいけど、男性だね。21歳、男性。あ、乙女も突起事項はない。7歳なんだ。そして何に乗ってるの？マリオカートにでも登場しそうなやつだけどね。で、まあ、ここら辺は変わらずかな、突起事項はね。うん、ククルシカは感が鋭い。ジョナスは、まあ、平均的に能力高い。コメットは、まあ、感が鋭い。嘘が下手。で、CP が、まあ、欠点ない。バランスいい。感型。で、説が、正義感、責任感、強く、真面目、論理的。まあ、でも、ややなんだよね。で、茂道は、見た目はグノーシアだけれども、うん、その靴流行ってんの？っていうか、88歳だったんだね。妙なカリスマ性がある。まあ、優しく前向きということね。だから、まあ、逆にネガティブなこと言ってるときは怪しいと思った方がいいんかもね、茂道はね。で、ステラが穏やかで物腰が優しいで、やや論理派。でもややって感じ確かにするね。で、ラッキオ、知性至上主義者。そうだね。で、S 級が快楽主義。
で、いつも楽しげ。だから楽しくない時がちょっと怪しいということね。で、ジナ、真面目で勇敢、やや潔癖気味な性格。うん、っていう感じで一周しましたね。まあ、これを踏まえた上で、誰が愚弄者なのか議論しながらやっていきましょう。仲のいい人はジョナスになってて、仲の悪い人はジナになっております。この辺も踏まえた上で進めていきましょう。まずは様子見ましょうか。あんまり喋りすぎると怪しまれるらしいんですよね。全国から私の霊感が囁いているよ。スーテラを信ずるべきではない。ドラ？そうなんだ。まあ、平均的に能力高いって話ですからね。まあ、ここは様子見ましょう。誰だろ？スーテラはやばそうだよ。なんつうか、スーテラからシリアス臭が漂ってくるんだ。勘が働いてるんだね。で、嘘が下手だから本当にそう思ってるんでしょうね。スーテラの様子が変なのは、俺も心配してんだよ。うん、みんなして、スーテラ攻撃。そうですか？私、その、かばう人が出てくるかどうかって感じだね。大丈夫。スーテラを信じている。元気づけるようにククルシカが微笑みかける。うん、ステラククルシカを組んでる感じだね。うん、再び様子見ましょう。まあ戦況が見えてこないことにはどう手を打っていいかわかんないからね。提案、エンジニア権限を持つ者は恐れず名乗り出てほしい。いいですか？私エンジニアだからグノーシアさん見つけたりできるかもです。まあ、この議論の合間というかね、5ターンごとに起こってるその間にやってくれるんですよね。エンジニアが、グノーシアが誰かっていうのを見つけるっていう作業を。違うね。私がエンジニアだ。もう一度言おうか。私がエンジニアだ。大事なことはもう一度言おうなスタイルね。まあ、エンジニアのなりすましは当然出てきますよね。まあ、どっちかがグノーシアの可能性がこれで出てきたということです。おお、さらに出てくる。まあ、このパターンの時は AC 主義者、グノーシアの味方をする人間というポジションがいまして、それも混ざってる可能性が高いね。待て待て、エンジニアは俺だけだぜ。ジョナスと乙女は怪しいぜ、こいつは。うん、誰が本物のエンジニアなんでしょう。ババーン、エンジニア決定戦。エントリー選手、重道、ジョナス、乙女、ファイ。楽しそう。そんな SQ は何なんでしょうね。とりあえず様子見ましょうか。へっへっへっへ。ステラ、君なんか嘘くさいんだよね。なんでこんなにステラをみんなして責めるんでしょうね。うん、ステラの様子が変なのは俺も心配してんだよとシピも言ってます。そうですか。私そのダメ、コメットの言うことに耳を貸さないでと、ククルシカは険しい表情だ。うん、どうなんでしょうね。まあ、あのエンジニア三人衆の誰か一人と仲いいのはどっちなんだいっていうのが気になるところだね。まあ、とりあえず様子見ましょう。第一印象から決めてました。重道が怪しいっす。見た目で判断してない？まあ、これはどういうことなんでしょうね。ここで仕掛けてくるのは。重道様に関心を向けるのはいいアイディアだと思います。おお、ステラと重道は不仲なんですね。まあでもそっか、重道的には。でもどうなんだろうね。重道はただエンジニアとして最後に出てきたってだけだからね。まあこれはどうなんでしょう。最後にわざわざ出てくるっていうのが、本物のエンジニアだったら最後まで待つのかってことですよね。どうなんだろうね。俺怪しいのか？ショックだぜ。そりゃ SQ は怪しいよな。あれ？違った？重道が疑われてんの？なんで？うん。重道の潔白に一票。どう？僕っていいやつだろ？あはは。うん、この感じだとラキオは俯瞰してる感じがするから、グノーシアではなさそうな気がするかな。ちょっと乗っかってみようか。でもその潔白かどうかまではわかんないな。どうなんでしょうね。様子見るしかないかな。あんまりね、自分だけ何も発言をしていないからどうなんだろうってことですよね。まあ誰かが発言したのに今度は乗っかってみようか。間違っていたらごめんなさい。だけど私には重道が怪しく見える。おお、重道って言われてるね。乗っかってみようか。お互いに同調する立場を自分も明確にしとかないとね、狙われちゃうから。自分も重道を疑っていたことを告げた。俺怪しいのか？
ショックだぜ。まあおそらくね、あのエンジニア3人の中の1人はグノーシアと思うと、まあグノーシア2人そこに混ざってる可能性もゼロじゃないけれども、まあそう思うとね、3分の1以上の確率でグノーシアですからね、3人のうちの1人は疑ってもいいかなっていう気はします。やれやれ、気づかないかな、重道に疑惑を向けようとするこの流れ自体が作為的だろ。重道攻めはあんま上手くないって。僕としてはもっとこう楽しく行きたいね。まあステラを攻めてる立場だもんね。まあここは様子見ましょう。ククルシカが表情を引き締める。投票の時間が来たのだ。まあここで投票、誰が誰に投ずるのかっていうのを見ないと分かんないかもね。まあ今のところ自分に票を向けそうな人はそんなにいないかなっていう気はするので、その点は安心していきたいかなと思います。まあ立場明確にしたっていう意味では、まあ重道に投票するのがセオリーかなっていう気はします。まあこれで生き残ってくれるかどうかは分かんないけどね。まあ2ターン目からこの新キャラも来そうな気もしますし、まあどうでしょうというところですが、まあとりあえず1ターン目はいいか、重道で。まあ見た目グノーシアだしね。まあそんなこと言ったら毎回グノーシアになっちゃうんだけれども、じゃあ視聴者の皆さんもそれでいいですかね。行きましょう。じゃあ重道に1票目は行きます。さあどうなる、重道かステラかっていう感じになると思うけど、おお、重道が消されました。意外とステラは2票でしたね。へえ、そうなんだ。これは意外でした。なんかステラと決戦投票になってもおかしくないかなとは思ったんですけどね。じゃあこの状況を整理しておきましょう。順番に見ていくと、ステラが S 級と CP の2票、重道が自分、ジナ、ステラ、ジョナス、乙女の5票、コメットとククルシカが票を交換し合う感じだね。でジョナスがラキオの票と、でククルシカがセツと重道とコメットの3票という感じだったんだけど、まあジョナスがね方針転換をしたっていうのがちょっと気になるかなと思うんですよね。一番最初ステラに向かって怪しいって言い出したところから、エンジニア名乗れとセツが言い出した後から、なんかね重道が攻められる展開に乗っかったっていう感じだから、ジョナスとしてはね、自分以外の標的を見つけたいからっていう先手を打ち始めて、いいカモが見つかったって言って重道に行ったんじゃないかなって思うと、グノーシアな可能性高いかなって思うんですが、どうでしょうか。とりあえず次に行きましょう。あとちなみにね、この間にちょっと調べたのが、シャーミンって呼ぶらしいですね、新キャラの名前は。そりゃ初見じゃ読めないわ。行きましょう。くぅ、悔しい。俺のこと信じてもらえなかったのが悔しいな。コールドスリープしながら反省タイムだ。まあこっちはね、票を投じた立場なので発言声はかけずに行きましょうか。重道がコールドスリープしました。果たしてグノーシアだったのかどうかってことですよね。まあ最後の最後で出てきたからね、この辺がどうなのかって感じですが、セツどうした、鶴の椎茸ちょっと付き合ってくれないか。え、お付き合いですか。恋愛感情かな。今日来なかった乗員シャーミンのところにね、一緒に来てほしいんだけど、なんで来なかったんでしょうね。うお願いだからすぐ済むから頼むよね。これは断っちゃダメだね。じゃあ行きましょうか。わかった、わかったと答えた。まあどういう人物かわかんないしね。へえ、ありがとう。私一人でシャーミンと会いたくなかったんだ。仲悪いの。あ、本当にそうなんだ。正直彼はちょっと苦手だから。なんで。訳ありだね、娯楽室。は、来る頃だと思ってたぜ。お、スチル付き。んじゃあセツ、挨拶代わりだ。一発ここに熱いベーゼを頼むわ。うん、キャラ濃い感じだね。新しい攻略対象みたいな登場だったけど、下から舐め回すようにね出てきたもんね。シャーミン、何度も言ったが、私は、ボン、性別を持たない。男でも女でもないってことらしいよね。そういう扱いはやめろ。女扱いするなってことですかね。は、せつなら全然いけんだけどな。で、もう一人はどちらさん？見たことねえんだけど。まあそういう性別とかの枠組みを超えてっていうね、未来的な感じするよね。ここで発言をする。名乗る、名乗らないってのもあんの？いや、名乗ってやりましょう。せっかくいい名前つけたんだからね。名乗ります。シャーミンに自己紹介をした。一度聞いたら忘れないでしょう。鶴の椎茸です。ふーん。ま、適当によろしくな。
俺のことなんて気にせずやってくれりゃいいから。さっさと本題に入ろう、シャーミン。グノーシア対策の話し合いに来なかったね。一体何をしていたんだ？そりゃ何をしてましたけど、教えてくれない。聞くんじゃなかった。質問を変えよう。なぜ来なかったんだ？そりゃ行かねえだろ。下手に喋ってグノーシアに目つけられたら消されちまうじゃん。いない方が怪しいって思われそうだけどね。なんか隠れてね。俺はさ、目立ちたくねえんだよ、アンダースタン。シャーミンはステルスの能力値が非常に高いため、グノーシアに狙われにくいです。また発言した時もあまり目立ちません。うん、これね、自分もちょっとずつ上げてってる能力なんですけどね。気になれんなら俺に投票して冷凍庫に送っちまえば、消されるよりは凍っとく方がよっぽどマシだわ。シャーミン、そんな勝手は許さない。明日からは話し合いに来るんだ。ブブー、お断りだね。狙われちゃいそうだけどね。だったらこの船から出て行ってもらおうか。エアロックから一人で。おいおい、そりゃ死ねってことかよ。だったらコールドスリープされた方がいいね。ああ、死んでもらう。本当に仲悪いんだね。マジっぽいな。オッケー、ここは降参しとくわ。まあでもこの感じだから、説はグノーシアじゃないんでしょうね。グノーシアで向こうが人間だとしたら、もう真っ先に襲いに行くでしょうから。鶴の椎茸、ありがとうね。そんな表情今まで見せなかったじゃん。鶴の椎茸がそばにいてくれたおかげで、このループではシャーミンを殺さずに済んだよ。他のループではありえちゃうの？さあどうなっていくんでしょうね。上院出た更新、シャーミン。どういうキャラクターなんでしょうね。まあこれは上院で出た参照で見ていけばわかるのかな、この辺でね。あ、ここで出てくるんだね、突起事項もね。軽薄な口調ながら慎重で目立つことを嫌う。まあステルスが高いからってことだよね。上手に隠れてやると。まあ乙女だけ突起事項なくてね。なのに今回エンジニア名乗っちゃってるから扱い難しいんだよな。まあこの辺どうするかというところです。でね、実質でね、今レベルアップができそうなので、レベルアップしていきましょうか。さっき言ったね、ステルスを上げていきたいというのと、前回ね、華麗なストレート勝利を決めたので、だいぶ経験値溜まってるんですよね。ステルスを高めていきましょう。あ、結構上げられるね。どうしようかな、ここ10までとりあえず追いついたけれども、ここからどう振っていくかだよね。せっかくロジックが高くてみんなを論理的に説得できるのに、うん、自分のね、行動に目が向いちゃうからっていうので、あんまり発言をしてこれなかったんだよね。まあ、嘘が見破られにくくなるっていう演技力も欲しいし、まあ、投票でレートされにくいっていうのも欲しいんだよな、実況的にね。まあそう思うとね、この上の2つってそんなにいらないのかなーっていう気はするんですよね、今のこのね。まあ偏ったパラメーターですけど、うん、バランスよくここからは行こうか。可愛げ、まあ可愛げはまあ最近投票されてないからそのままにしておいて、演技力上げてステルスも上げられないギリギリ。じゃあこの感じにしていきましょう。レベルアップです。じゃあ部屋から出まして、うーん、今回誰の元に行きましょうか。いろいろ迷ったんだけど、一番キャラクターのつかめない乙女のところに行きましょう。一応ね、自称エンジニアの一人になってますからね。鶴の椎茸さん、顔色悪いです。ちょっと心配なの。この優しさは本物なのでしょうか。グノーシアの襲撃によってラキオが消滅しました。ラキオはね、ぶっちゃけ人間かなって思っていたんで。うわ、消されましたね。あ、やっぱジョナス怪しいね。そういえばね、ジョナスに向かって投票してたもんね。ジョナスグノーシア説あるんじゃない？そんな気するな。つうことで今日から俺も参加な。ま、よろしく頼むわ。うん、まあどんなキャラクターかまだまだわかんないけれども、まあとりあえず説と仲が悪いってことね。とりあえず様子見ます。他に連絡事項はない？私調べてみたんですけど、ジナさん大丈夫でした。グノーシアさんじゃないのです。前座ご苦労だった。さて諸君、シピはグノーシアではありえない。ただし機械に分かるのはそこまでだ。
人間かっていうところはわかるけれども、まあ、もしかしたら守護天使かもしれないし、エンジニアかもしれないしっていうところですよね。まあ、エンジニアの可能性は低いかなと思うんですけどね。だったら名乗り出てそうだからね。でもジョナスはおそらくね、なんか人間な、人間ではない愚弄者な可能性が高いかなと思うんですよね。どうしようかな。でもここであからさまにジョナスを自分から疑いにかかると、ジョナスに自分が消されてしまうから、ここはちょっと様子を見つつにしようか。嘘を吐くのは構わないよ、コメット。だけどそれは何のための嘘なの？コメット様に監視を向けるのはいいアイデアだと思います。お、ここが結託。コメットには迷いがある。それは私も感じていることだ。そう思うとおそらくコメットは違う気がするね。コメット守りたいな。疑いに同調するじゃなくて弁護しますか。まあ、自分も消されうるリスクは出てくるんだけどね。コメットへの疑いに反論した。疑うのはその辺にしとこうぜ。俺はコメットに助太刀するよ。まあね、多分シピはそうなってくるね。まあシピは今までどうだ、流れ的には最初にまあステラに攻めたっていう流れはあるけれども、ステラに投票を一貫して続けてるっていうキャラクターだったんだよね。で、様子再度見ます。あまりじらさないでくれよ。名乗り出る頃合いだぞ、ドクター。誰でしょうね。はいはい、ドクターです。白衣の天使です。もうなんかね、これ完全に半沢直樹感あるんですよね。冷凍した体隅々まで調べちゃうからね。これは実際調べてくれたのかな。あー、でもそっか、調べられる重道に関して調べてくれたっていう情報は言ってくれないんだね。とりあえずじゃあ様子見ます。なあ、せつ、俺はお前を信じるぜ。だからお前も俺を信じちゃくれねえか。で、虫のいい話だけどな。あ、いや、説モテ期ですね。言い寄られちゃって。悪いが、無条件に信用するわけにはいかない。しばらく考える時間をくれないか。慎重派ですね。まあでも、シピは人間なんじゃないかなって気がするんですよね。ジョナスが愚弄者の線で見ていくとですけどね。乙女は信用できない、とククルシカの目が告げている。ここも反論しとこうかな。乙女はだからそうなってくると、まあ、重道が本物のエンジニアで真っ先に消されたかどうかってとこだけど、乙女どうなんでしょうね。一回様子見て、他の人に乗っかってみようか。私も常々思っていたよ。乙女を残しておいては、諸君のためになるまいと、な。まあ、ジョナスはそう言うでしょうね。エンジニア同士で自分一人がエンジニアって扱いされたら楽になるもんね。まあ、一回ここは、スルーしようか。ジョナスの否定派みたいに見えないようにしよう。キュア？ああ、ここのタイミングで出るか。じゃあ、擁護しようか。弁護する。乙女への疑いに反応した。同感、乙女を疑う必要はないと思う。まあ、ジナは人間と判定されてますからね。まあ、そう言うでしょうね。様子見ます。ジョナスは信用できない。お、ついに出ました。これ乗っかりましょう。疑いに同調する。自分もジョナスを疑っていたことを告げた。ジョナスをこのターンで消せればってことだもんね。君が私を疑っている以上に、私自身が私を疑っているさ。大丈夫？それもう認めたようなもんじゃない？自供じゃん。ジョナスを疑ってんのがジナだろ。どっちかっつうと、俺はジョナスの味方だな。なるほど、そこは仲悪いんだ。ジョナス攻めはあんま上手くないって。僕としてはもっとこう楽しく行きたいね。コメットはそっち派なんですね。シピの言う通りだと思う、とククルシカの深い信頼が伝わってくる。わ、ジョナスを攻めるっていうのは少ないんだね。そっか、ちょっと様子見るけど。じゃあここらで冷凍庫送りを決めちゃいますか。このパターンだとね、もしかしたら自分危ないかもしんないね。まあ、投票したいのはジョナスなんですけれども、詰めきれない気がするな。でも一回もうその姿勢を見せちゃったからね。行くしかないんじゃない？シャーミン黙ってたけどね。結局どうなのって感じだけど。まあ、S 級がドクターっていうのも間違いないような気がするんだよね。だから生かしておきたいよね。
うん、他に名乗り出る者もいなかったしね。とりあえずジョナスに行きますか。あんまりこう行くと危ないかなっていう気もするけど。あーそっか、乙女が消されました。いや本物のエンジニアだった気もするんだけどね。あーでもセツも乙女に行ってるし、おコメットも乙女に行ってる。まあ勘が鋭いっていう方も論理派も両方乙女に行ってるのか。うん、まあ SQ 乙女に行ってるから、次のターンまで生かされていればドクターの力生かして答えどうだったのかっていうのをね、見てもらえそうな気もするけどね。シャーミンさりげなくこっちにね向けてきてるっていうのも気になるし、どうでしょうか。私コールドスリープすることになりました。冷たいのが好きだから平気なの。まあね、さっきの合間に優しい声かけてくれたからね、別れ告げましょうか。乙女に別れを告げた。乙女がコールドスリープしました。乙女ゲーム実況者が仇取りましょうとか言ってね、愚弄者だったりしてね。でねこのびっくりマークみたいのがついてるときは何か進展するときなんですよね。シピンところに行くと何が起こるのかな、組もうぜって言ってくんのかな。さっき振られてましたからね、昇進じゃないですか行きましょうか。じゃあこれで襲われちゃうってパターンもあるかもしんないけどね。グノーシャっつうのも大変だよな。生き残るためにみんなの前で嘘つかなきゃなんねえとかさ。さすがに俺も気づいちまったよ。ジナ必死で嘘ついていたよな。そうなの？まあ、乙女がそうだとしたらそういうことだよね。やれやれ、あは、こんなのは早く終わりにしねえとな。うん、おエスキマ、そうだよね、そうなっちゃうと思う。まあでもこれで消滅したっていうことはグノーシアは生き残ってるってことですよね。うん、ドクターに分析されたら都合悪いわけですから、これはそうでしょう。で守護天使が生き残ってない可能性が高いね。もし守護天使だったら SQ 真っ先に守りに行くでしょうから。そっか、記録被害者は SQ、 グノーシア襲撃による消失を確認。とりあえず様子見ましょうか。誠実な技術者として包みかさず報告しよう。シャーミンはグノーシアではありえない。ただし機械に分かるのはそこまでだ。うん、そうっぽいね。まあそんなシャーミンに疑われてるのが自分って思うと矛先向きそうでちょっと怖いけどね。なあ鶴の椎茸、俺はお前を信じるぜ。だからお前も俺を信じちゃくれねえかって虫のいい話だけどな。あは、とりあえずここ組んだふりしとく。消されちゃいそうな気もするもんね。まあジナを消したいっていう気持ちはまあシピにはありそうだよね。うん、ジョナスをただ擁護してる側だから、もしかしたらジョナスと組んでるっていう可能性高いかなっていう気もするんだけど、まあ一回味方しておこうか、受け入れましょう。まあこうすると説とはちょっと仲悪くなりそうだけどね。説は慎重派だったのにってなっちゃうけど。これからは力を合わせようとシピに答えた。うん、でとりあえず様子見ましょう。そうすれば多少自分への矛先は向きづらくなるかなっていう気もするんですよね。ステラ、何黙ってなさ。一番最初に疑われていたステラ、これを消しにかかるのはあんまり得策じゃないような気もするけどね。だんまり決め込んでんのはもうあれだろ、有罪。そうですか、私そのダメ、コメットの言うことに耳を貸さないでと、ククルシカは険しい表情だ。自分的に怪しいなと思ってるのはジョナス、シピ、ククルシカだと思うんですよね。グノーシャと AC 主義者ね。だからね、ここの話は擁護した方がいいような気もするけど、どうなんでしょうね。弁護に加わるステラは守った方がいいよね。味方が減っちゃうわけだから。自分もステラを信頼していることを告げた。まあ、この辺最初シピとかの動きどうだったのかな。ステラを疑ってたんだっけ。あ、そうだね、最初ステラを疑ってたんだね、シピとはね。まあその辺も理解あるのかどうかってことだね。味方するって言いながら裏切るってこともできるからね。様子見ます。嘘を吐くのは構わないよステラ、だけどそれは何のための嘘なの。うん、説とちょっと敵対してきちゃうなこれは。ステラ、ステラね、確かに不審かな。弁護しようか。
ステライの疑いに反論した。まあシピはね、ジナの反対側にいた方が喜ぶだろうから。で、様子見ます。そうですね、シピ様の態度には少し疑問があります。そうなってくると自分も危ないんだけどね。そうだな、俺怪しいんだろうな。まあそう思うとね、まあ自分もどうなんだってことだけど、まあシピとしてはね、当然ジョナスはね、人間だって判定してくれたから、ジョナス側のね、存在だとは思うけど、ただ味方するって口では言っておきながら、ここで擁護しないっていう姿勢を取ろうか。私はステラよりシピを信じたい。ほう、これは意外だね。ジナと仲悪そうだったのに。私もジナに賛成だ。ステラの意見はやや道理を踏み外しているように思えるが。うん、ステラ消そうとしてるね。とりあえずスルーしようか。ステラが狙い撃ちされてるな。様子見ます。どうしたステラ、一人で抱え込んでいては辛いだろ。まあ反論とかね、攻撃、他の矛先に向くようにっていうのも打ってこないね、手を。ステラの様子が変なのは俺も心配してんだよ。うん、とりあえずする。ステラ、こっち向いてよーく顔見せな。あ、お前やっぱ怪しいわ。ああ、そうなの？とりあえず様子見ますけど。ククルシカが表情を引き締める。投票の時間が来たのだ。ステラが狙い撃ちされてますね。これ自分もここに乗っかった方がいいのかな。相当不利な状況になってるとは思うけどね。これもステラ一択になっちゃうよな、このままだと。本当はジョナスなんですけどね、狙いは。ジョナスアピールしときますか。まあみんなそうなってくよね。うん。あ、シピはでもあくまでジナを消したいっていう感じなんだ。で、ステラ消されちゃいました。だってステラは誰のね、結局味方なのっていう、エンジニアのどっちかっていうかね、誰かが愚弄者だとしたらそこと組んでるかもしんないっていう見立てなわけでしょ。茂道と組んでるっていう可能性もなかったような気もするしね。茂道にだってステラ投票してたからね、最初の時ね。って思うと、まあ最初確かにね、言葉で攻めてもいたしね。って思うと乙女とつながりがある可能性があったっていう見立てか。まあ乙女ステラ組だとしたらこれで終わるわけですけど、こうじゃなかったら結構厳しい情勢なんじゃないの。まああとはジナ乙女組か。乙女がわざわざジナを人間と判定していましたからね。まあその辺をシピは怪しいと思っていたわけですけれども、まあ次行きましょうか。皆様が決めたことですもんね。わかりました。私はコールドスリープしながら皆様を応援してますね。ステラがコールドスリープしました。まあこれで終わるわけじゃないんだよね。って思うとやっぱりジョナス怪しいかなって気するんだよな。まあシピとは一応味方の関係ってことだからね。そう思うと、まあシピのところにいた方が安全なのかな。協力関係っていう風に言ったくらいだからね。行きましょうか。よ、鶴の椎茸、これからどうするよ。まあどう転ぼうが文句は言わねえよ。昨夜は誰も襲われませんでした。これは守護天使がまだいるということか。これは意外だね。守護天使がいたら S 級守るんじゃないのって思ってたんだけど。あ、みんな元気そうじゃん。そりゃよかった。一回データ参照見ましょうか。まあドクター報告とかでね、まあ乙女を見ようとしたけど分からなかったってことなんでしょうね。 S 級からのっていうのはね。でエンジニア報告は上がって、これから上がるのかな。うん、まだ出てないね。じゃあ話進めましょう。あとは誰報告。誠実な技術者として包み隠さず報告しよう。コメットはグノーシアではありえない。ただし機械に分かるのはそこまでだ。うん、ちょっとずつ人間を明らかにしてってますけど、ジョナスとしてはね。最後どうするつもりなんでしょうね。誰を生かしていくつもりなのかってのも気になるけどね。説は信用できない。
割とジナとセツは共に行動してるように見えたけど、ステラ攻めも一緒だったし。ねえ。そう、私が邪魔なんだね。ここは擁護してみようか。まあ本当に乙女、ジナペアだとしたら擁護しといた方がいいしね。まあシピもその方が喜ぶだろうし。疑うのはその辺にしとこうぜ。俺はセツに助太刀するよ。まあそうなるよね。まあセツと組みたいって言ってたくらいだからね。で、様子見ます。ジーナ、君なんか嘘くさいんだよね。ジーナの様子が変なのは俺も心配してんだよ。まあここ乗っかってみようか、疑いに同調する。自分もジナを疑っていたことを告げた。まあジナと共に行動していた自分がシャーミンから投票されてたっていうところもあると、まあ確かにジナが怪しまれてる感もあったのかもしれないね。そう、私が疑われてるんだ。コメットの狙いは何？私たちの分断？そんな手に乗るわけにはいかないな。コメット、まあ勘が鋭いキャラクターですからね。どう生かしていくのか。ジーナ、気にすんなよ。俺はお前の味方だ。オッケー。女性好きだからですかね。でもね、まあ、さっき自分に投票してきたって思うと、ジナと共に行動してるから怪しいと思ったのかなっていう読みも違うってことか、シャーミンの動きも分からず。様子見ます。ジナは信用できないと、ククルシカの目が告げている。じゃあこれ、乗っかりましょうか。自分もジナを疑っていたことを告げた。まあ、シピととりあえず、ね、共に行動しつつ、まあ、終盤どうしていくかってことだね。そう、私が疑われてるんだ。ククルシカの狙いは何？私たちの分断？そんな手に乗るわけにはいかないな。まあ、説としてはククルシカコメットあたりをちょっと怪しく思ってんのかな。ジーナ、気にすんなよ。俺はお前の味方だ。オッケー。まあ、あくまでシャーミンはその味方っていうのを貫くということね。様子見ます。自分からあんまり積極的に行かないようにしよう。よ、ジーナ先生、頼りにしてるぜ。俺のこと、守ってくれよ。守護天使っていう風に見てるってこと？ジーナを信用してはいけない。そう告げるように首を横に振っている。なるほど。だからこそ、シピとしてはジナを消したいっていうことか。それはあり得るかもしれないね。とりあえず様子見ます。ジナは味方だよ。少なくとも私はそう思ってる。まあジナはね、セツのことを疑ったにもかかわらずセツはそういう風に言ってくれてるんだ。はぁ、どうしようかな、ここは。一緒にカバーとかやっちゃうとなんかおかしくなっちゃうしね。とりあえずスルーしようか。ジナを信用してはいけない。そう告げるように首を横に振っている。ククルシカ AC 主義者か？やっぱり。ジョナス、シピイグノーシアで、ククルシカが AC 主義者だからこういう流れ作ってる？どうだろうね。とりあえず様子見ます。さあ、投票を始めようか。だからここで素直にジナに投票するっていう流れはあえてしないっていうのは、あくまでジョナスに行き続けてみる？そしたらどうなるかだよね。ジョナスから自分が消されそうでちょっと怖いけどね。その姿勢を崩さずに行ってみようか。ジョナスに投票。さあどうなる？意外と割れてる？あぶね、自分に来てるな。ちょっと狙われ始めてきたね。まあ、コメットとシャーミンは自分に票を投じてるけど、ジョナスがエンジニアだって信じているんでしょうね。そうだとすれば、ジョナスになんかね、疑いの目を向けているっていう自分が怪しく見えるのはわかる気もする。まあ、いつもだったらね、ラキオとかが同じ論理派だから、そこで意気投合してっていうのが勝利の方程式だったんだけど、早々に消されてしまったからね、この辺がうまくいかない。まあ、ジナが本当にこれでコールドスリープされたとして、グノーシャだとしたら、乙女と組んでる可能性高いからこれで話は終わるんだけど、どうなんでしょうか。蓋開けてみましょう。おやすみなさい。私、みんなの夢を見ると思う。バイバイ、ジナ。また会おう。ね。セツは自分が疑われていたにもかかわらず、そうやって声をかけ続けるんだね。ジナがコールドスリープしました。守護天使の可能性もあったんじゃないかなって思ったんですけどね。お、これで全てのグノーシャがコールドスリープしました。そうなんだ。じゃあやっぱり自分の論理は間違っていたのか。
あ、そう。ってことはこれで、ジナと、イルカちゃんなんだっけ、乙女ね。乙女、一番忘れちゃいけない乙女。この二人がそうってことかな？答え見てみましょう。いや、なんとかなったみたいだな。シピを信じてよかったんだね。変な動きしてごめんね。鶴の C だけど、デイ君でなかったら、と思うとさ。ああ、正直、ゾッとするぜ。全然協力的じゃなかったけどね、口では仲間になるって言ったけど。ありがとよ、鶴の椎茸。いつかお前にこの恩を返せりゃいいんだけどな。あだで返さないでね。さ、鶴の椎茸、杯を持つがいい。乾杯しようじゃないか。ずっと疑っててごめんね。じゃあエンジニアだったんだね。まあ確かに誰が愚弄者だっていうなんか攻め手を作ってこなかったっていうのはジョナスの、まあエンジニアと信じるべきところか。勝利に、そして危機の中で我らが育んだ友情に。結果を表示します。誰が AC 主義者だったのかな。あ、重道だったんだ。真っ先に消されましたけどね。あ、シピが守護天使だったのね。で、誰も襲われませんでした。シピを誰を守りに行ったんだろうね。まあジョナスなのかな、エンジニアだからね。なるほど。じゃあシピはもう役割的な形じゃなく分かっていたってことね、ジナが愚弄者だっていうのは。ほうほうほう、なるほど。まあ SQ ドクターってのはまあそうだろうねってとこだけどね。なるほどね。いやでも今回もなんとか勝てましたね。でも今回はなんだろう、なんか流れに、うまく乗れたからっていう感じだったね。自分の実力っていうよりは前回ほどの綺麗な勝ち方じゃなかったけど、まあ泥臭く勝った、生き残るための手段を選んだから勝てたっていうね。まあ負けない戦い方って重要になってくるかもね。その辺もコツをつかみつつだけれども、いやほんとね、冒頭に言った通りになったね。何を言うかよりも何を言わないかが重要。今回これに尽きるね。ご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。